青木修造青木修造8月26日から1946年12月1日は日本の鉄道官僚貴族院直選議員横浜市長山口県大島郡区課町出身青木修明の三男として生まれ青木五百スクの養子となる1898年第二高等学校卒業1902年 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業後、鉄道初期となり、1904年に高等分館、試験に合格した。その後、鉄道事務官、鉄道長参事、鉄道院参事、鉄道院理事を歴任した。1919年、筑報鉄道専務取締役。1921年、横浜市電機局長に就任し、 1923年には助役として関東大震災の対応に尽力した。1924年、鉄道省経理局長に転じ、さらに鉄道次官に承認し、1926年まで務めた。退任後は、貴族院議員に直選され、1929年には鉄道次官に再任された。1935年、横浜市長に選出され、 1941年まで在任した。関東大震災で子供二人を亡くす。長男の青木周吉は、生形高等学校を経て、1934年に東京帝国大学を卒業し、日本工業銀行入校。1961年、常務取締役に就任。1966年に、 東洋総田工業副社長を経て1968年社長就任。次女の峰子は、アテオヒロヒコの妻。ありがとうございます。